私は網膜色素変性症や、みんな。網膜色素変性症。皆さんそうですか？うん、いろいろあるな、もう変性症でも軽い人と重い人で、ね、軽い人は耳聞こえなくなってる。あ、そうなんだ。両方来る人は言うけどね、ほんで発病してすぐにね、全盲になってしまう人もおるし、長いこと持ってる人もおるしな、いろいろやな、でもな、全盲っていうのがな、中心、ここが見えへん、中心が見えへん人が全盲やね、視力がないん違うね、私も視力がないと思ってん、全盲っていうのが、違うね、真ん中にここの中心が見えへんけど横の視野はあるねん、それからそんな人は歩けんねん、で盲導犬連れてる人は多分そんな人、ああそうかそうかそうか、私もこの間盲導犬の世話10日間ほどやって、ああこれか思って、でも私は盲導犬散歩さす時もガイドさんおらんの歩けらへんけど、一人で歩ける人は外に視野がある、ああ外が見える、あ、いろいろですね、いい感じです、涼しいですね、まっすぐ行きましょう、ここの橋ですか、衝月なんとか橋、衝月橋、そうそれ衝月橋、今からトロッコに乗ります、楽しんできます、竹や本当やね、竹やぶがで大きいですよ、はい、開いてるから気をつけてください、こっちこっちこっち、左左、あのそこでもいいです、はい、もう一個階段大きいの、そうです、乗って、はい、行きましょう、あ、タイナさんこっちに、タイナさん一緒に撮れるので、お待たせいたしました、坂の5号発車です、停車したところです、はい、ここで宇手市さんのスペシャルサービスストップ止まりました、え、目の前葉っぱだらけかもしれませんが、葉っぱだらけ、船おる船おる、船バイバイしてる、はいはい、バイ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 、最高に5号車を阪神電車の向こう側の駅みたいじゃん、下の川が見えてるんだ、そうそうそう、下の川見えてます、川渡りました今、あ、ちっちゃいちょろちょろ川、山からちょろちょろ川が流れてますね、よろしいですかね、この駅特に何もありませんが、よろしいでしょうか、では列車の場所で扉閉まります、今日は2日目です、今日も帰るんですけど
みんなで、トロッコに乗って自然の、風景をみんなで過ごしました。皆さん、すごい楽しんでおられたので私もすごく楽しかったです。はい、なので皆さんね、ちょっとねコロナでこうマスクしないといけないんですけど、だいぶ気温も高いんでね、休憩しながら、人がいなかったら息をちゃんとできるような状態をしっかりとりながら、ご高齢の方もいるので気をつけながら、最後まで一緒にお供できたらいいなと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。みんなでフリーに乗ります。あそこ行かフリーがほらすごい。I'm a bee.